ル組行こう。龍は俺、何でもできる神仏、自称かわいい、選択は月1回。声、声が高い、うるさい、出る、関西弁、うるさい、うるさくないやろ。テクテク歩いて魔物と遭遇、そこそこ強い俺にみんな遭遇。世界で一番勇者っぽいぜ、やろう、出したて魔法くらい使えるわ。ハレハレ火あぶりのケイチャボンボン、これだよ。教えて王様、あなたはさ、将棋でいうところの王将で、どうしてパーティーの一員になる必要があるんですか。細かいこと気にしすぎ。お神様、今僕にお告げをください、ください、ください。ついでにあのバカさんの頭を良くして、世界の平和を求め我らは旅してる。でもやりました、ついに冒険の衝撃消えました。ちなみにさ、チミってこれ何の職業なの？いや、プロの。それは言うな。仏くんとリュウちゃんは剣士やんな。レルちゃんは王様だよね。へー、かっこいい。ちなみにチムは何もできひん王子やで。ほえ、おいおい、何してんの、何やった、何やった、どうしてくれんの。 No problem, I'm king. 3, 2, 1. ホリッド、ホリッド、ホリッドじゃ。なかなかどうして僕らの旅は一筋縄ではいかない様子。ある朝起きたら牢屋の中に、ローヤー、何があった。どうやら敵に捕まったようじゃ、何かの罠にはめられたようじゃ、ここから出るのは至難の業じゃ。どうするよ。教えて王様、もしかしてものすごくエンジョイしていますね。この状況でワクワクできるのはマジ羨ましい限りです。ありえない展開はまさに想像を超える魔法だ。巨大な悪に打ち勝てる、そんな力を今、小さな魔法を全て今使いこなし、魔王のいるフロアへと進め。お神様、今僕に力をください、ください、ください。なくしゃじゃなくてもいい、冒険の衝撃消えました。落ちる